ヤムンセパーティーとかの時にすごく受ける超簡単です。ガンプラーバージョン、いやパクチー美味しいな、美味しい、パクチーは最も美味しく食べる料理、めちゃめちゃ美味しいわ。ジャンボココロチャンネルクッキングエンターテイナー大西哲也、よろしく、よろしく。昔のレシピで作ってみようのコーナー。このコーナーはですね、僕が昔作ったレシピを改めて作ってみようというコーナーです。昔料理人になる前からね、クックパッドをやってたんですよ、哲也0024。ここね、久々に見てみたらね、美味しそうなレシピがありました。応用簡単基本のヤムンセンかっこ春雨サラダ、もう懐かしいなって思って、最近全然自分でも作ってなかったし、ちょっとこれ見て作ってみようかなって思って、説明、タイの春雨サラダヤムンセン、簡単に作れて応用もできる、例えばライスペーパーに包んでお手軽生春巻きとかねって書いてある。俺はね、タイ料理屋さん行ったら必ず頼むメニューですね。やっぱり前々から言ってるように、真の料理上手は、メインじゃないこう副菜とかこう前菜とかをこうちゃんと作れるのが料理上手だろうと。パーティーとかの時に一品出すと、すごく受けるメニューですので、ぜひレパートリーに入れてください。女性が喜びそうなメニューでもありますしね。あ、確かにそうだね、これは女性受けも非常にいいですし、パクチーを最も美味しく食べるメニューの一つでもあるな。はい、作ってみましょう。ヤムンセココカロスケッチ。材料はですね、春雨、あと豚肉、キクラゲ、パクチー欠かせないかな、パクチー食えない人はまあ他の葉っぱでもいいわ、水菜とか。このレシピには書いてなかったけど、ポイントのところにね、エビとかイカとか入れるとより本格感が増しますって書いてあるから、はい、エビも入れます。砂糖でちょっと味付けるけど、あとタレはね、もうナンプラーとスイートチリソースとライム、これ合わせるだけでお手軽なんで作ってみてください。じゃあいくよ。合わせ調味料はすべてよく混ぜ合わせて冷やしておく。どのタイミングでやってもいいけどね、最初にね。スイートチリソース大さじ4、ライム汁かレモン汁大さじ2、適当で大丈夫だけど、まあ俺は一応測ってやってるね。売ってるライム汁でもいいです。スイートチリソースだけだったら甘ったるいんだよね。でそしてナンプラー結構入れちゃって、お結構入るね。これでタレ完成ですから。おお、そうですか。はい、超簡単です。これがね美味しいんですよ。続きまして、春雨はお湯で戻す、キクラゲは5ミリぐらいの千切り、パクチーは粗めのざく切りにする。はい、キクラゲですね、はい、最初こんな感じ、あのぬるま湯にねつけとくと15分ぐらいで復活します。生キクラゲだとよりいいですね。どんぐらいって書いてある、ちなみに2、3枚、もう6枚ぐらいいっちゃったけどでパクチーはざく切りにね。春雨はお湯で戻す、お好みの硬さまで、大体3分ぐらいかな。はい、はい、3分で、はい、ああ春雨になりましたね。鍋に入れる時とかは一回水で戻してからやった方がこう食感が残りやすい。でこれお湯捨ててね。エビは豚肉炒めた後ぐらいでいいと思います。エビ書いてないけど、今回はちょっと焼こうかな、皮むいて焼く。そうそう、皮むいて、はい、皮むく時はね、僕はねこのエビのこの第3関節ぐらいに指を入れてこう 全体にこう蒸してると、なぜか全部剥けるという。絡めたら、まあ、このまま使ってもいいんですが、背中ちょっと割ってやると、まあ、背わたも取れるし、火入れた時にボリューミーな姿になるから。熱したフライパンあれば中華鍋に油を入れて強火で熱する。豚ひき肉を入れ汁が透明になるまで炒める。コツのところに、ひき肉を炒めるときはすぐにほぐさずに焼き色をつけながらほぐしていくと香ばしく仕上がりが増すって、なんか生意気なこと書いてくるあ、焼き色がつきましたね。でこれ油ちょっと多いから一回ちょっと揚げて、よいしょ、砂糖大さじ1を入れ、結構入れますね。で全体に馴染んだら、ナンプラー大さじ1も入れます。ナンプラーザージャン、ナンプラーザージャンね。全体混ぜたら他の皿に移して粗熱を取っておくと。この段階でエビも炒めてやるといいんじゃないか。この味がちょっと残ってるぐらいのところでさ、エビもこう火が入りすぎないようにね。これ豚肉と一緒に溶きましょう。で粗熱取れました。春雨とひき肉とキクラゲを混ぜ合わせ、パクチーを好きなだけ盛り、合わせ調味料をかけて召し上がれ。あえるだけ、あえるだけですよ。春雨ね、切った方がいいと思いますね。あ、ごめん、キクラゲ炒めるって書いてた。フライパンに再び油を熱し、キクラゲを炒めるって書いてたけど、ね、まあ、炒めるだね、ここでね。はい、キクラゲは炒めましょう。そうです。こういうことをやるから料理の味が変わるから、ね、お前だ、よくある例をやった。そうだわ、いや、レシピを見るから見逃すんだよね、はい、で、致命的なミスになっちゃうんだわ。はい、はいはい、
また粗熱を取ろう。粗熱が取れました。がっちり冷たくしてから食べてもいいですか？はい、あ、もちろんです。あ、なるほど。はい、冷え冷えでもいいです。はいはい、パクチーを盛りたいだけ盛って最初に作って冷やしたタレを、はい、できました。ここからはキッチン。いただきます。はい、いただきます。おいしい。タイ料理屋で食ったことあるわそう、あの味だってなるでしょ。タイ料理屋さん行ったらヤムウンセン必ず頼むんだけど、うん、こんな美味しいヤムウンセン食べたことない。エビ名は、うん、肉にさ、やっぱり下味つけるが大事なんだね。あ、いいですね。これはシンハー飲みたくなるわ。そうそうそう、あの、うん、薄めのビールな。そう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 、あのすごいドライなビールが飲みたくなるね、うん、これ辛いの時もあるよね。これ辛い時もあるし、辛いもの好きには物足りないと思う。うんうんうん、うん、辛くはないもんね。辛くはないよ、うん、そんな時ですよ。お、そんな時によくわかんねえ自販機で売ってる赤いボトルのチーズソースちょうどいいと思いますだから室崎さんは最近何を食べてもあのソースに合うか合わないかばっかりを考えてしまうっていうぐらいハマっちゃって、あのソースにハマっている。これを機にハワイに移住するかもしれないもちろんタバスコでもいいと思うんですよ。あ、ココロラー油でもね。あ、もちろん、はい、ラー油もいいでしょ。もっと辛いのが好みの人は、うん、ラー油やカイエンペッパーをかけるといいですって書いてます。うーん、いや、パクチー美味しいな。美味しい。パクチーは最も美味しく食べる料理だ、うん、めちゃめちゃ美味しいよ、はい、ソースめっちゃ美味しいんだけど、やっぱ下味とか大事だね。3人でも食べれるけど、うん、たくさん食べたいなら2人分ぐらいですか ね、 ね、今回のでね、うんうん、他のキノコ入れてもいいですか？あ、キノコも全然 OK ですね。しめじとかもさ、あ、もうもちろん美味しそうだし、まあ、キクラゲは、まあ、食感のために入れてるっていう感じや。なるほどね、うん、大変美味しかったです。大変美味しかったね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。心これめちゃめちゃ美味しいから、はいはいはい、あのパーティー料理とかに持ってったらこれはもう大優勝ですよ。今回のに限らず、僕は料理のやっぱクオリティ、味には、うん、絶対的な自信を持ってますんで、ぜひとも作ってみてください。動画ね、うん、まあ、伸びる伸びないっていうのにこだわってた時があったんですけど、うんうん、それも一回超えてですね、そう、届けたい人に届く、そう、で、俺が本当に美味しいって思う料理、そうそう、はい、それを届けるという作業になりましたから、うん、はい、ぜひ受け取った皆さんはね、作っていただき、いや、ラッキーですよ、みんないや、そうだね、得意料理ヤムウンセンって言ってください。もうぜひ作ってほしい、はい、そんな難しいことしないから、ね、いやいや、そう、簡単に作れますんで、はい、アレンジしても大丈夫ですから。ああ、いいですね、はい、ココロチャンネルは美味しい料理のレシピや料理のなぜを実験して徹底追求するチャンネルでございます。チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、しとっけ。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で。